今回ご紹介するのはホイヤーの軍用手巻き時計、ホイヤー 1550SG フライバッククロノグラフです。1960年代後半にドイツ軍に採用された空軍用ミリタリーコレクションです。シリーズで13種のダイヤルデザインを展開し、フライバック機能搭載キャリバーを採用しています。本品はドイツ連邦軍の秘密、ブンデスベアート NATO コード6645-12-146-3774 のセカンドラインモデル。文字盤はマットブラックカラー、全数字とホワイト縁の夜光ペンシルハンドの組み合わせ。インダイヤルは3時1に30分積算系、9時1に永久秒針の日韓歌、トリチウムの意味を持つレッドサークル内の 3H マークや6時上部の T マークなど、存在感際立つ風貌デザインです。ケースは防水機能に特化したモノコック構造を採用したラウンドホルム、回転ビゼルには特殊加工が施され、バックケースは4本のスクリューネジで留められた仕様です。バンドは当時支給されていたものと同じタイプのもので、裏面に G1198-6645-12-145-6410 表記が確認できるセアテ付きミリタリーベルトを装着しています。時代を超えて人気のホイヤーのミリタリーウォッチです。フライバック、フライバック機能を持つクロノグラフはスタート後ストップの操作を省略して直接リセットすることが可能です。リセット後はスタートボタンを押さると、クロノ針が瞬時に再スタートします。パーツの一つ一つまで丁寧に組み込まれ、クロノグラフ、メカニズム、デザインの妙は唯一無二の存在です。ダイヤル、文字盤、特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックス、夜光は経年変化しています。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。へこみなどもありません。厨房、シレ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、G1198-6645-12-145-6410 印字が確認できます。使用感はありますがすぐに装着可能です。操作方法、ケース右サイドにあるつまみが留置です。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので毎日留置でゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き埋まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。リューズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。タック、秒針停止機能付きです。クロノの操作は右上のプッシャーを押すとスタートストップ、下のプッシャーを押すとリセット再スタートします。付属品、購入店保証書コピー、2016年購入です。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅 20mm です。ケース径は約 42mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 51mm、 厚さ約 13mm、 風防を含むです。時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。